どうも皆さんこんばんは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ロト7当選結果でございます。で、はい、今回なんですけども、初挑戦ですね、ロト7の、当選結果になっております。今までですね、ロト7は動画としては本格的にやってこなかった。自動購入としてクイックピックを一口から三口は定期で買っていたんですが、動画にするのはこれが初めてでございます。これからですね、できればレギュラー企画として取り込んでいきたいんですが、なかなかやはり、新しいこと、そしてスケジュール調整もしていかないといけないということで、ちょっとイレギュラーになるかもしれませんが、できるだけ、長期的な挑戦でね、なんとか高額として掴んでいきたいなと思っております。では早速、今回は全数字購入法で買っている分と自動購入の分ですね、合計7口、こちらで結果、見ていきたいと思います。企画戦金。はい、ではまず当選番号を見ていきたいと思います。第416回ロト7の当選番号はこちらになっております。8、9、10、15、16、30、31、29、36ですね。一応出現の形としましては、11、10、10、10、30、30。で、基本の形は11、10、10、20、30、30となっておりますので、まあ、大まか。基本的な形であるといった感じではないでしょうか。まあとりあえず先に解説軽くさせていただきたいと思います。はい、一応こちらですね、全開催分の出現ランキングから、トップ4ですね、出しております。一応こちらになっておりますね、2列目から9と8、そして3列目が10と15、6列目が30、29、31、7列目が36となっております。これね、非常に面白いんですよ。そう、面白いですね。で、何が面白いかというとなんですけども、やはりミニロト、ロト6と違うところですね、1列枠、1列枠に2つほどですね、対象が必ず入ってきているような感じですね。で、ミニロトとかだったら1個だったり、まあ、多くて2つ。で、たまに、荒れた偏った回で3つというような感じなんですけど、これ今回別に荒れてないじゃないですか。だから、従来なんとなく1列目から1つ選ぶよね、2列目から1つ選ぶよねという概念をかなり覆してくれているような感じはしておりますね。そう、これは今後ちょっとね、追いかけてみていかないとわからないですが、非常に面白いデータ取れているなと思っております。ではまあとにかくですね、当選結果これが気になる、だから見ていきたいと思います。ではまず私が購入した全数字購入法での当選結果見ていきたいと思います。私が購入したロト7全数字購入法6口の当選結果はこちらです。惜しい、惜しすぎる。丸がね、一応7個ついているんですよね。まあこの買い方なら必ずこうなるんですが、まあ初挑戦にしてはいい感じじゃないですか。並び的にも結構いい感じで並べているでしょ。これ惜しいなと言わざるを得ないのかなと思っております。では残り最後ですね、クイックピックの、自動購入バージョンの当選確認もしていきたいと思います。自動購入、クイックピック当選結果はこちらです。クイックピックはダメダメ。はい、では反省会ですね。まあ一応今回ですね、反省会というと、初めてなので、反省の仕様がないので、仕方ないんですが、まあ、とりあえず解説させていただきたいなと思います。はい、ではまずこちらですね、全開催データの出現ランキングトップ10ですね。一応こちら。はい、一応こちらからは1列目が9と8、2列目10、9と10、で、3列目10と15、4列目15、16、5列目29、30、6列目30、29、31、7列目30、31、36ということですね。で、これ先ほども言いましたね、トップ4の方でも面白い面白いと言っていたんですが、やっぱり1個多かったのが、まあ、とにかく2個ずつね、出ているんですよね。だから、選び方としては、そう、この中から1個選びがちの思考を変えていかないと、ちょっと難しいなと。そう、その分2個出るということは非常に難しくもあるんですが、ただ、気をつけないといけない点もあって、例えば1列目、9なんかは下の方のランキング、2列目だったら1番だよねというところで、このあたり見ていった方がいいかもしれないね。上位列の下位と、その下の列の上位、どこが重複してるんだろうっていう風なところをちょっとチェックしてもいいのかなと思っておりますが、まあ、このあたり、まあ、ちょっとこれから追いかけて見ていかないと、非常に
わからない。まだ初陣なのでわからないといったところですね。で、ただこの中から運よく選べていたとしたら、8、9、10、15、16、30、31ということで、一等ね、取ることが可能だったということなんですよね。復元データ、これトップ4ですね、見ていきたいと思います。こちらですね。はい。一応、こちら、トレンドでは、2列目が8、9、10、15、3列目10、16、4列目10、15、5列目30、31、6列目31、30、7列目36となっております。まあ、やはりね、2つ出てくるんですよね。まあ、こうなってくると、必要なデータ、そして不必要なデータっていうのは、なんとなく見えてくるかなという感じはしておりますので、まあ次回もですね、ちょっとこちらの同じような解説しながら、様子を見て、ちょっとデータの取捨選択をですね、今後行っていきたいなと思っておりますね。はい、では、奇数偶数割合ですね。今回は一応、偶数奇数、偶数奇数、偶数偶数奇数ということで、偶数が4つ、奇数が3つ、今回は偶数が多かったということなんですが、これもまだまだ本当に僕まだね、初陣なのでわからないので、このあたりも、これから追いかけてですね、見ていきたいなと思っております。はい、では変化法による予想どうだったのか、これ結構案外気になるんじゃないですか。今回当選番号は8、9、10、15、16、30、31、29、36ということなんですけども、一応前回の当選番号から導き出されるものですね、こちらですね。はい、これね、非常に今回少ない。8と9、そして31、ね、この3つしかなかった。これじゃ当たらないということなんですよね。まあ、何なんですかね。変化法は、多分ごめんなさい。僕が知ってるのは、ロト6のやつをミニロトにそのまま運用しているので、ロト7バージョンだとちょっと違う考え方しないといけないなと思っているんですが、これで、非常に難しいですね。まあ、とにかくこの従来のタイプだと、合わない感じはしますね。まあ、これもちょっと次回もね、ちょっと様子見ながらやっていきたいなと思っております。はい。はい、じゃあ、今回なんですけども、初めてのロト7。初陣にしては、まあ、いい結果だったと思います。そして、やはり、この全数字購入法、うまく使えば、上位狙えるんじゃないかというような感じはしております。やはり、その全数字購入法というのは、複数買いには向いてない買い方だとは思いますが、とにかく丸をつけたい。坊主は嫌だというんだったら、この買い方、6口1800円でできるので、まあ、コストパフォーマンスはいい方だと思います。あとは、どう並べるかですね、奇数、偶数の割合なのか、出現数字の偏りなのか、まあ、あと、ロト7において非常に大事なのは、やっぱり連続数字ですね。連続数字が大体出ている。そして前回からの数字の重複も結構あったりするので、このあたりをどう捉えていくか、今後ですね、解説していきたいなと思います。はい、では、今回の回ですね、初めてのロト7、こんな結果ではございましたが、この動画いいなと思います。ぜひ、グッドボタン、お願いいたします。そして、今後のお前のロト7にも期待してる。大きく当ててくれと、頼むと、期待してるという方いらっしゃいます。ぜひ、グッドボタンの方もお願いします。はい、では、今回ね、ロト7だったんですが、まあ、また、ちょっとね、近々、できればこのまま翌週もやりたいなと思っているので、こちらの方もですね、頑張ってやっていきたいなと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。